こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていない、だけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。はい、世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、というわけでですね、はい、今回はですね、ちょっと明るい話、明るいの、珍しく明るい話、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたら、日本の株式市場が近いうちに爆上げするかもしれない、マジでという情報をちょっとお届けしたいと思います。マジで、はい、というのもですね、最低取引の最低売りと信用取引の信用売り残がかつてないくらい膨らんでいるからということです。では詳しい話に入る前にチャンネル登録の方、まずはこちらからお願いします。このように神の TV はですね、まあ、投資に関するポジティブなニュース、そして稼ぎのニュースでもどんどんお伝えしていきますので、まだまだ登録しておいていただければと思います。いいじゃないですか。ポチッとな。ではお願いします、はい、でまずね、最低取引って分かります？アビトラですよね。はいそうですね、すいません、アビトラージとも言いますけども、うんうん、中身は市場間の取引、例えば取引所とか取引所の、うん、その価格の差異を利用して一瞬でパツンって抜く取引です。説明下手か基本的にもナフさんがおっしゃったことなんですけど、もうちょっと分かりやすく言いますとですね、うんうん、まあ、同じ似たような価値を持つ商品の中で、うん、一方が高くなってて一方が安くなってる時って、うんうん、言ったらおかしいじゃないですか。そうですね、同じような価値があるんでね、うん、ということはこれど必ず収束していくと、うんうん、だから高い方に空売りを仕掛け、ショートを仕掛け、うん、安い方に売り、あ、買いロングを入れて収束する時にどっちも儲けるというのが、まあ、アビトラージと言います。はい、だから割高な方を売って割安な方を買うと、うん、そのようにして、その要するに価格差が縮小した時点でそれで反対売買を行うことによって利益を得るという手法のことですね。うんうん、はい、まあ、かるよくあるのは株価の指数、日経平均の指数とかと、うん、先物ですね、うん、の価格差を利用した取引などが一般的に行われています。あ、なるほど。ビットコインとかよくあるんですよね、それ、うん、取引所同士で数万開く時がありますから、はいはいはい、そういうので手動でアービトラージしてた人もいましたよ。あ、それもありますね、そういう手法もありますね。うん、意味分かりました？分かりました。分かりました、説明してみてなので、まあ、例えばですけど、株価が上昇局面、うん、株価が上がってる時は先物を株価、うん、あの日経平均先物を空売りしてショートして、うん、現物株の株価指数、まあ、日経225などを買うと、うん、ロングするというポジションを同時に持つこと、同時に持つ、これ最低取引とか、まあ、と言います。うん、というのもですね、ちょっと分かりやすくするために、あくまでももう教科書的に言いますけれども、はい、株価の上昇局面では、うん、その名の通りですね、先物、うん、先物っていうぐらいですから先に動くわけです、うんうんうん、というのも流動性が高いし現物株より早いペースで上がるので、先に先物が上がり、うん、に株価がこれが上がっていくよっていう場面では先に先物が上がりやすい。ほう、先物先上がってる、株価はこれが上がっていく、株価が上がっていく中で先も下がってくるから、先物の方の空売りして株価指数のロングしておくと、うん、でこの収束するときに儲けるということですね。言ってること分かります？だから先物は流動性が高い、みんな、プロが買い、プロが買うので先を、まあ、そのままの通りも先に動くという思ってもらっていいので、うん、現物より上がるペースが早いので割高になりやすいわけですね、うん、なので先に下がるから空売りしておくと、ショートしておく、うん、でその後現物株上がっていくのでロングしておくっていう手法です、うん、それヘッジしてるってこと？あ、そういうことです。あ、なるほど、リスクをヘッジしてるってこと、リスクヘッジしてるってこと、ね、どっちも儲けようとはしてないよね。まあ厳密に言うとどっちも儲けようとしてるけど、まあ、リスクヘッジにもなってます、うん、あ、なるほどなるほど、まあ、逆、まあ、そうですね、リスクヘッジになってるけどどっちも儲けるということもできます、うん、理論的にはね。どっちも損することもあるんですか？基本的にはそうならないように組んでいます。あ、プロなんで。はい。プロなんで。最近髪がひどいんで。パピプペも難しいねって。だから先物は空売りして、割高なとこに先物は空売りしてる、はい、割安なところでロングしてるから、今後株価上がっていっても株価の上がり分で先物のショート分はヘッジできますよね。うん、でも先物も先に上がっても下がるんで、うん、儲けるチャンスもあるってことです。うーん、で逆に株価下がっても、
先物で売ってるからその分ヘッジできてますよね、うん、なるほどっていうことですね、うんうんうん、だからプロがよく使う手法と言われています。なるほど。実際 の、 まあその想定価格理論価格よりも高くなっている割高な先動いたら先物を空売りするショートするのと同時に現物株をロングする買うことを最低外と言います、うん、最低取引の中の買いね、うん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 、で最低取引の中でももう理論価格より割安になって先物をロング買っておいて株価の方を売るショートすることの方を最低売りと言います、うんうん、だから株価の方でロングが、ショートか考えてもらうと最低売りか最低買いが分かりやすくなるので覚えておいてもらったらいいんですけど、うんうんはい、まず最低取引があります。その中で先に先物を売って、株価を買う方を最低買いね、うんうん、で逆の方を最低売りと言います。なるほど、まあ、その最低取引を利確したりして反対売買を行うことを最低解消と言います、うん、最低取引の解消ね最低解消最低解消と言って、うん、で最低解消の際に行われる現物株の売りのことを最低解消売りと言います。最低解消売り、はい。まあ、この辺はまた詳しくは投資チャンネルでやりますし、この辺はですね覚えておいてもらうと結構有、かなり有利になってくるんで、まあ今はざっくりとちょっと覚えておいてください。また詳しくはね株と、投資チャンネルの方で詳しくやりたいと思います。大丈夫かゆうちゃんついてきてるか。大丈夫ですよ今のところ、うん、で最低取引はですね今言ったように株式とか酒物だけじゃなくてですね為替とか金利とか、うん、コモディティ商品ですね、はい、さっきおっしゃった仮想通貨ビットコインなどでも様々な仕様で行われております、うんうんうん、で投資のプロならねこのようなリスクヘッジっていうのはもうほぼ必ず取ってます、うん、まあ、他にももちろん、オプション絡ませるとかいろいろ手法ありますけども基本的にそのただ単にロングやったらロングだけでポジションを持つってことは基本ないです、うん、これから株が上がるときに買いだけでポジションを持つことをネイキッドポジション裸のポジションって言うんですけど、うんね、まあ、基本的にプロはネイキッドで持つことはないので、うん、必ずそういうふうにリスクヘッジの最低買いとかもしくはオプションでカバーするとかっていうことを必ずやっています、ね。まあ、この辺もまた詳しくは投資チャンネルの中級者向けアドバンスでやりたいと思います。お願いしますよ、はい、僕らなんかもう裸で相場歩き回ってるだけですからそれはもういつも言ってる戦場ですね。裸で竹やり一本で戦ってるんですドラクエって言ったら川の鎧と、うん、あ、ヒノキの棒で戦うようなものですから、ね、だいぶ危ない、ね、一瞬でやられますからちゃんと防御しながら戦っていかないとダメなん で、はい、 そ、 うでね、そういう風にネイキッドで持たないっていうのはちょっと大事になってきます。まあ、これまた別のコーナーでありますね。神谷さんなんかロトの剣とか持ってるんですか。もうロトの盾とかもう完全装備で完全装備ですか、はい、個人投資家っていうのは完璧に防御をしてチュ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 って戦うのが一番いい。縦もシュチュチュチュこれが一番生き残れますからね。めっちゃ逃げ込む。もうほぼ引きながら届け届けみたいなで戦うのが一番いい。しかも軍隊の一番後ろでね。一番のが戦って一番後ろで。って戦うのが一番生き残れますから。トナコあ、なるほどなるほど。たぶんさっき一応悪化するからそれが一番あのちょっとポイントゲットみたいな個人投資家の戦い方です。なるほどなるほど、はい、分かりやすいですね。七星さんね聞いて裸でうわーって言ってる裸で突っ込むそれはまあ絶対死にますよね、はい、あなるほど、まあ、それのまた詳しくポジションのカバーの仕方ね、はい、リスクヘッジの仕方はまたアドバンスの方でやりたいと思います。やってほしいです。話しとりましたけども、まあ、これは最低取引っていうのはですね機関投資家、まあ、特にリスクを低くしながら大きな資金でその利益を稼ぐために手法使う手法なんで、うん、もうヘッジファンドも使ってます、うんうん、基本的にヘッジファンドでこの最低取引この やってないとかありえない。基本が最低取引なんですね、うん、そうね、はい、そうです、うん、まあ、ロングショートポジションとも言いますけど、うんうん、もうそれが基本中の基本ですね、うん、そのためですねこの最低取引っていうのが市場全体に与える影響はもちろん大きくて、うん、その相場の今後マーケットの今後を見る上ではその最低買いと最低売りがどうなっているかを見ていくのが非常に大事になっていくことですね、うん、でもっと言えばですねこの最低取引の売りと買いの残高を見るとですね、うん、実はヘッジファンドなどが今後の市場をどう見ているのかっていうのを読み解けるんですよ。なるほどね、このコーナーとか株や FX コーナーでも僕もたまにどうやってヘッジファンドの、うんうん、行動を先読みできるかっていう時の実はその指標の一つなのはこの最低取引ですね、うん、買い算売り算を見ていくと分かってくるってことです、うん、ポジションがどっちにあるかっていうのを見れるってことですね。そうですね、はい、まあ、あと4つぐらいあるんですけど、その1つがこの最低取引です、ね、うん、これを見ていくとヘッジファンドの動きがよく分かってくるってことです、はい、で今回の話のメインですけども、そのね、うん、最低取引の最低売り、うん、つまり先物を買って現物を空売りしてる方ね、うん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 、がなんとですね9月6日に史上初の2兆円を突破しました、うん、ほう、
今までそんなことありえなかったんですよ、うん、つまり先物を買って現物を売っているってことは今後下がると見ているってことですよね、うん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 、その額が史上初の2兆円を突破したと、うん、日本株でね。でその後もだいたい1兆8000億から1兆9000億円ぐらいの間で推移しています、うん、で、まあ、10月に入ってからデータで言っても、うん、最低売りの残高がまだ1兆6500億円残ってて、はい、最低買いの方が5000億円ぐらいしかないと、はい、つまりずっと売り目線ってことですよね、プロは。ほうほうほう。これはね、実はかなりの異常事態なんです。あ、そうなんですね。というのもですね、なぜなら9月はどちらかというと日経平均は全体として上がってるんで、うん、そうですよ、はい、上がってますよ。だから普通ならね、最低買いが増えてないとおかしいんですけど、うん、そちらはほとんど増えずに、うん、逆に最低売りが爆発的に増えてるんですね。お、普通はですね、株価の上昇と、最低買いの方はかなり相関関係があるんで、うん、普通は相関するはずなんですけど、完全にそれが消えてるんですよ。ほう。という異常事態、こんなことはほぼなかったです。あ、そうなんですね。なんかすごく異常事態になってってことですね、うん、でまたですね、信用取引の方も実は異常事態になってます。ほう。で信用取引はまあ説明しなくても分かりますかね。あ、え、はい。まあ、また詳しくはね、投資初心者のためのコーナー、投資チャンネルやりたいと思いますけど。あ、やってた、やってた、はい、うん、まあ、分かりやすくするためにもすごく極端に言えばですね、信用取引は個人投資家の数値、うん、最低取引はプロやヘッジファンドなどの数値っていうイメージで持っといてもらうと、まあ大きく外れないかなと思います、うんうんうん、だから信用取引っていうのは個人が、レバレッジをかけて買うときとか、まあ、空売りするときも株を借りるときに使うのは信用取引ですね、うん、ということですね、はい。そして信用取引もですね、基本的には株価が上昇する局面では信用改ざん、うん、買いが増えます、はい、上がりますからね、当然。そうですね、逆の場合は当然信用売りざん、空売りが増えるということになっています、はい。しかしですね、これ9月末の数字で見ると信用改ざんは2兆500億円、うん、個人投資家ですよね、の買いは2兆500億円。これはですね、2016年11月以来3年ぶりの低水準です。あ、そうなんだ。買ってないということです、個人投資家は。逆に信用売り残は1兆1200億円ぐらい、うん、この規模っていうのは実はリーマンショック直前の2008年8月以来の規模です。うーん、個人も空売りを積んでるってことですね。じゃあ個人もプロも売りを見てるってことですね。そうそうそう。でも9月は相場上がっちゃってるんですよ。上がってますね、うん。で一般的にですね、信用取引の状態を見るには信用倍率っていう数字で見ます、うん、これはですね、買い残を売り残で割った数値です、うんうん、だから買い残が分子で、売り残が分母ってことですね、うんうん、買い残を売り残で割った時の出る数値で見るんですけども、その9月末の数字でいうと信用倍率は約 1.8 倍になります、うん、これはですね、東日本大震災の翌年に日経平均株価がもう何千円になった時ぐらいの低水準です、うん、ほう。だからすごく異常事態になっているんですね。うーん、プロも個人投資家も異常事態になっているところです。そうなんだ、はい。つまりですね、今の日本株には過去最高規模の最低売りとリーマンショック直前と同じくらいの信用売り残がたまりにたまりにたまってるってことです、うん、これはですね、プロたちも個人投資家もみんな大暴落に欠けているとも言えますよね。なるほど、そうですね。というのも逆イール発生したし、うん、レポ金利も急上昇したし、アメリカやドイツの経済指標も悪化してますし、うん、米中貿易戦争激化したりしてますし、ブレグジットも迫ってるし、まあ、ドイツ銀行危ないし、中東情勢とか香港など地政学リスクもどんどん上がってる、などなどを受けて、おそらく空売りショートはポジションを積み上がっているということが言えると思うんですけれども、うん、しかしですね、僕がたまにこそっと言っているようにですね、多くの投資家が暴落にかけているときは絶対に暴落しません。うん、そんなことは過去に一度も起こってません。ないんだ、はい。なそれならね、リーマンショックとか IT バブル崩壊とかブラックマンデーでみんな大儲けしたはずですよね。ああ、そうですよね。でも真実は 99.99% の投資家を大損しましたよね、プロも含めてね。そうそうそう、うん、ってことは今回も暴落しないってことですよね。うん、逆に上がっちゃうってやつですね。そうです。そして逆に七福さんがおっしゃったように、これ逆に言えばですね、これだけ空売りショートがたまりにたまってるってことは、今後に関してですね、大きく言えば次の3つのことが言えます、はい。1つ目は、今後しばらくは売りが少ないってことです、うんうん、というのもこれ以上売ることはできない、つまり玉がないからですね、うん、そうですね、はい。特に個人投資家で言ったら株を貸し株で買えてくるわけですけど、限界からですよね、うん、だから限られてくるということです、はい。で2つ目に、積みに積み上がった、たまりにたまりまくったこの売り残、うん、ショートの残りは必ず解消しないといけないので、そうですね、イコールそれは買い戻しになる、つまり買いになるので、うん、
どっかのタイミングで必ずその罪に積み上がりまくった売り算分の買いが入るってことです、うん、そ何兆円規模のね。そうですね、はい、3つ目はですね、何かのタイミングとかポジティブなニュースで株価がもっと上昇すればですね、うん、ショート空売りポジションのロスカットで一気に踏み上げ相場になると、うん、つまり冒頭で言ったように日本株が爆上げする可能性が全然あるということですね。おお、なるほど、ポジティブですね、うん、久しぶりに上がる話、うまい、株価上がる話です、うまいです。なのでね、ぜひプロの投資家トレーダーとしてはですね、この情報も頭に入れてもらって、あなたの戦略にも考慮して戦っていってもらえればいいと。なるほどな、はい、でも先週のこのコーナーから、うん、考えてみたらソフトバンクのこともあるし、はい、こんな風にその内部の売りが膨らみまくってるっていう事実もあるし、うん、どうしていいか分からへんな。だからこのコーナーとか株 F コーナーでも言ってますけども、うん、まあ、僕もね、世界経済崩壊する超巨大爆弾が爆発して、それからソフトバンクなんか、ブレグジットなんか、ドイツ銀行なんか、いろいろ候補ありますけども、レバレッジローンとかいろいろ候補ありますけども、人生で最も稼げる時期に近いうちに入ると僕も確信はしてますけど、うん、とはいえですね、今から空売りするとかプットオプション待つりするのは全然気が早すぎます。早すぎるんだ、うん、まだ早いんだ。まだ全然早いです。どこを確認したら入ったらいいの？それはだから今言ったよ、先ほど言ったように、みんなが売りと思っている時は絶対上がりますから。ちょっと LINE で言ってじゃん今って言って。そうですね、だから絶好のタイミングはですね、紙容量の LINE アットで送りたいと思いますので、まだまだ登録しておいてもらえたと思います。ほんまに送ってくれるんやん。送ります、送ります。送るの？送ります。じゃあもう先に登録言ってください、先に言って。じゃあ長渕さん電話してから LINE 送ります今やで言って。もう一回言いますけど、みんなが暴落にかけてる時に暴落することは起こりません。なぜならそんなしたらみんな大儲けしてる。でもリーマンショックで大儲けしてるなんかほとんどいませんからね。ということです。だから逆に、あ、まあ、長渕さんの仮想通貨コーナーとかでも長渕さんもよくおっしゃるように、うん、大口さんが仕掛けることはあるので、うん、今は逆に仕掛けられてる可能性は全然あるということですね。なるほど、はい、なのでですね、ちょっとこれを機にですね、このコーナーでも最低取引と信用取引の情報は引き続きにお伝えしていこうと思っておりますけども、うんうんうん、あなたもですね、プロの投資家トレーダーとしてはこの数値もね、しっかりとチェックして、うん、まあ、今回お伝えしたような分析くらい、読みくらいはまずはできるようになっていただければと思っております。はい、というわけでちょっとね、この最低売り残と信用売り残がまだ膨らんでます、たまりにたまってるんで、ちょっと注目ということです、注意ですね、うん、ということが言えると思います、はい。次回以降もですね、またこのようないろんなニュースをお伝えしていこうと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。テーマやったらいいやとも登録お願いします。あと、いいねボタン、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。皆さん、高評価ボタンを押していただくと、この動画 YouTube で評価されていろんな方に拡散され、カムティブより大きくなって、いろんな方にこの大切なニュースとか、この相場に関するいい情報とかね、あと、マスコミには語れない真実も、どんどん語っていけますので、真実もどんどん広げることができますので、ぜひあなたの力を使ってください。おじさんはなかなか押してくれない。特に男性視聴者さんは押さないという YouTube データが出てます。まあ、おじさんは特にすぐ押してください。あとですね、動画説明の方にこの動画に関する詳しい説明が書いてありますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。